はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、武藤龍儀です。さあ本日なんですが、私が普段使っているブラックマジシャンデッキ、こちらをね、ご紹介していこうかなと思って動画を撮っております。どこに需要あんねんみたいな動画なんですけど、一応最近対戦動画出した時にコメントでいただいたので、まあ、一応紹介しておこうかなと思って、まあ、自己満動画だと思って見てもらえばいいかなと思ってます。はい、で、何をやっていくかっていうと、ブラックマジシャンデッキなんでこれが入ってるか、どういう方針でデッキを組んでいるかっていうのをご説明していくだけの動画となっております。対戦動画はぜひね、概要欄から見てください。結構熱いデュエルが繰り広げられてますんで。で、デッキなんですけど、基本的にガチ環境でデュエルすることは想定していなくて、なんかそのフリー対戦とかで、なんかお友達と楽しくデュエルをするときのために組んでるんで、手札誘発とかは全く入ってないですし、自分が気持ちよくなることだけを考えてデッキを作ってるんで、まあ、その点ちょっとご了承いただければなというふうに思っております。で、画面右、ちょっと右側、真ん中よりちょっと右側ぐらいにあるのがデッキレシピの全体像で、左側に今、表示されているところ、この画面で、カードの採用理由とかを説明していこうかなと思っております。早速やっていきましょう。まずはね、やはりね、ブラックマジシャン師匠は3枚です。なんでかっていうと、やっぱりスビーって魂とかで出していけるので、まあ、スビキも別に弱くはないということですね、これは。で、しかも3枚入ってる理由は、幻想の見習い魔導士、幻想の黒魔導士を結構出すことはあるんですよ、意外とこいつで。これでデッキからまたは手札から3枚目のブラックマジシャンを出すっていうことがあるので、まあ、これは3枚入ってるのが、まあ、基本かなっていう感じはしますね。で、ブラックマジシャンガール、これはね、やっぱりね、入れざるを得ないみたいなとこはあるんだけど、これ結構ガチカードなんですよ、実は。もう今でブラックマジシャンデッキなんでガチカードかっていうと、まず新規カードで実装されたこのマジシャンズサルベーション、これがマジで強くて、これマジシャンズサルベーションはブラックマジシャンが出てきたらブラックマジシャンガールを呼べるし、墓地または、墓地からも呼べるし、ガーリが出てきたら墓地からブラックマジシャン呼べるよっていうことなんで、結局どっちか出したらどっちか絶対出てくるんですよ。師匠だったら弟子だったら師匠出てくるんで、モンスターが増えます。これが強い、非常に。もちろんおまけについてね、この発動時の効果勝利としてデッキから永遠の魂1枚を選んで自分のフィールド上にセットするとかいう、なんかあまりにも強い効果があるんだけど、これはおまけとしてはあまりにも強いんだが、この2番の効果ももちろん強い。これで、まあ、ブラックマジシャンのブラックマジシャンガールを無限に場に呼び出すっていうことができるんで入ってますっていうことと、もう一個理由あって、それが師弟の絆、これがやっぱ強い、非常に。ブラックマジシャンが存在する場合に発動できるんだけど、これロットとかでサーチできますけどね。で、これを発動してブラックマジシャンガールを手札デッキ墓地から特殊召喚して、で、その後デッキから必殺技系カードをセットできる。これで、セットするのが、今回のデッキだと、これですね、ブラックバーニングマジック、まあ、ブラックマジックとか黒魔導ね、これも、まあ、たまにセットすることあるけど、まあ、ほぼこっちかなって感じですね。これがね、マジで強いんだよ。これが本当に、これフリー体制で使っていいカードパワーじゃねえみたいな話あるんだけど、自分のフィールドに元々のカード名がブラックマジシャンとブラックマジシャンガールとなるモンスターが、存在する場合、相手フィールドのカードを全て破壊するって書いてあるんですね。はい、これが非常に強い、これ非常に強い。なのでこれは、ここから持ってきてセットできるように入ってますし、そのためのブラックマジシャンガールでもあるということですね。で、幻想の見習い魔導士、これは、もちろん、特殊召喚してブラックマジシャンをサーチするよっていう効果ももちろん1番のね効果使える、1番2番の効果使えるんだけど、どっちかっていうと3番の打点アップする効果のために入ってます。これブラックマジシャンの名前が記されてるんで、これね、新しく実装された後でやりますけど、イリュージョンオブカオスでサーチできるんですよ。だから打点2000アップできる手札誘発カードをイリュージョンカオスでサーチして、ブラックマジシャンの打点を4500まで引き上げることができるんで、これ例えばなんかその対象に取れないモンスターとか、カオスマックスみたいな、ブルーアイズカオスマックスとかめっちゃ辛いんですよ、このデッキ。なんでかっていうと、対象に取れないんで陣で除外できないとか、打点が2500、まあ、または3000くらいしかないので、基本的にはこっちのデッキね。だからもう4000超えてきて、その効果の対象になると効果打開されないみたいな、呼吸とするみたいなやつ来るとめっちゃきついんですよね。これリンクスでも一緒、リンクスでも呼吸トス出てきたらブラックマジシャンヒーヒー言ってたじゃん。だからブラックマジシャンの打点をアップするように入ってます、これは。はい、どっちかというと3番の効果メインですね。で、ロット、
ロッドとソウルズはもう言わずもがない、これは3です、絶対に。なんでかっていうと、もう圧倒的初動カードだから。このロッドとソウルズが揃った時にブラックマジシャンはめちゃくちゃいい動きができるんですよ。この魂、あのブラックマジシャンの魂とブラックマジシャンのパジャマ、このこれが2つ、あパジャマじゃねえこれ、あれだ、杖だ、杖と魂が揃った時に初めてめちゃくちゃ強い動きできるんで、まあ、この2枚は圧倒的に3枚入れといていいかなという感じですね。で、マハードさん、あのね、1枚入れざるを得ないかっこよすぎて1枚入れざるを得ない。これは正直なくてもいい、なくてもいい、正直自己要因になるから。初手で引くとマジでふざけんなこいつってなるから、まあ、一応戻せんだけどさ、そのイリュージョンオブカオスの効果で戻せんだけど、ちょうざいから、引くと。だけど入れざるを得ない、かっこいいから、はい、ということです。で、あ、ちなみに一応あの他にも理由あって、守護神官モンスターなんで魂のしもべっていうこのカードの、あのドロー枚数を稼ぐことができるんですよ、ワンチャン。なのでこれ入ってる感じですね。で、イリュージョンオブカオス、これがね新規カードで一番強いサーチカードですね。ブラックマジシャンまたはそのカード名が記されたモンスターをこいつを手札から相手に見せつけることによって、サーチができると。でこのカードの効果を使って、このロッドとかあとそれからソウルズ、この2枚をサーチしていきたいんですよ。まあもちろん全部サーチできますよ、合体で打てますもサーチできますし、マハードももちろんサーチできますし、あのこっちの、元素の未来魔導士もサーチできますけど、まあ、言うてこの2枚をサーチしたいことが多いので初動なんで、だからこれ3枚と、あとこれをサーチできるように儀式の準備3枚も入ってます。これやりすぎ感は若干あるかもしれないけど、かぶったら弱いから、これカード名指定なんで、かぶったら弱いんですよ、かぶったら弱いんですけど、絶対初手引きたいんでこのモンスター、なのでまあガン積みされてるみたいな感じですね、イメージ的には。はい、で、合体竜テマイオス、これもねやっぱね強いね。これあのもちろんイリュージョンオブカオスで、サーチしてくるモンスターなんですけど、これねあの融合できるんですよ、融合なしで。しかも特殊召喚簡単、魔法使い族モンスターかブラックマイシャーのカード名が記された魔法トラップカードを墓地を送ると、このカードを手札から特殊召喚できるよっていう。で自分のメインフェーズに、融合できます、手札フィールドから、まあ、要は融合内蔵モンスターですこれは。でこれで何を出していくかっていうと、まあ、ほぼこれですね、ほぼこれ竜騎士ブラックマイシャー。なんでかっていうと、この合体のティマイオスとブラックマイシャーで融合できるから、まあ、要はティマイオスのマナコみたいなもんですわ、これが生きるティマイオスのマナコみたいな感じで、これで、竜騎士ブラックマジシャンを出していく感じになりますね。これ竜騎士ブラックマジシャンの何が強いかっていうと、やっぱりそのモンスターゾーンにこいつが存在する限り、自分のフィールドの魔法トラップカードが相手の効果に対象にならず効果が破壊されないって書いてあるんですよ。この2番のこの、魔法トラップを守ってくれるっていう効果、これがめちゃくちゃ強い。なんでかっていうと、ブラックマジシャンは魔法トラップを除去されたらめっちゃきついから。例えば永遠の魂、このデメリット効果で表側表示のこのカードがフィールドが離れたら自分のフィールドのモンスターぶっ破するっていう効果もあるし、で、ジンのがぶっ破されたら除外もできないしっていうことで、このジンが発動されていて魂がセットされていて竜騎士ブラックマジシャンがいるっていう盤面をどれだけ早く作れるかがブラックマジシャンデッキの、まあそのなんだろう、勝率につながってると思うんですよ。これが強いの、竜騎士ブラックマジシャン、ジン、魂、この三角形、このアルティメットブラックマッシュトライアングルって呼んでるんだけど、このトライアングルをどうやって早く成立させるかがまち鍵なんで、だから、こいつが入ってる、こいつも入ってる、まあそういうことですね。で意外と強い、魂のしもべ、これはねさすがにね何でもサーチがマジで強い。もうこれちょっと若干なんかこの回った前提みたいなカードなんだけど、これがねその最大このデッキだと3枚ドローできるんですよ。しもべの効果は、発動するとデッキトップにブラックマジシャンまたはブラックマジシャンガール関係のカードを置くことができる、まあ、サーチはできない。で自分のメインフェーズに墓地のこのカードを除外して、お互いのフィールド墓地の守護神官ブラックマジシャンブラックマジシャンガールの種類の数だけドローできる、まあ、要はマジシャンズソウルズで、墓地にブラックマジシャンが落ちていたりフィールドにブラックマジシャンが出ていれば、1枚は絶対ドローできるんで実質サーチみたいなことができるんですね。なのでまあ入ってるっていうのと、上振れるとマジでガールとブラックマジシャンと、守護神官がいてもう3枚ドローできるみたいなやばいことが起きるんで、なのでこれ3枚入ってますね。まあサーチではないんだけど厳密に言うと、まあサーチみたいなもん。はい、でこれクロマジットの秘技、これはねこれすごい使いやすくて、融合も儀式もできる、どっちもできるカードなんですよ。ブラックマジシャンまたはブラックマジシャンガールを、含んでいれば融合することもできますし、儀式することもできる、どっちか選べるっていうカードなんですね。でしかも
ロットでサーチができる。これで出していくモンスターは基本的に、まあ、もちろんのそのブラックマシャン、竜騎士ブラックマジシャンとかも出していきますし、まあ、これで出していくのが多いのはこれかな、あの超魔導士ブラックマジシャンズ、これブラックマジシャンとなんか魔法使いづくモンスターとかできるんで、ブラックマジシャンとロットを融合してなんか知らんけど、ブラックマジシャンガールとブラックマジシャンが並んでるなんか並んだだらけアルティメット融合みたいなモンスターが出せるし、儀式だったらこのイリュージョンオブカオス、これね、あの儀式モンスターとしての効果も結構強くて、相手がモンスターの効果を発動したときこのカードを持ち主の手札に戻して墓地からブラックマジシャンを、特殊化した後にその効果を無効にするっていう効果も意外に強いんですよ。出ても強いこのカードは。だから、これが1枚入っている。でこのクロマイスの悲劇で、まあ、何が出せるかっていうと、もちろんブラックマジシャンの融合体も出せるんだけど、これとかも出せるんですよね。ガーディアンキマイラ、カード名が異なるモンスター3体っていう、こいつのなんか魔法カードで融合した場合の効果が、そのツアインした手札のモンスターの数だけドローできて、フィードのカードの数だけ相手を破壊できるみたいな効果なんですけど、これがね意外と強くて、事故っちゃった時とかにその強引にガーディアンキマイラ出してなんか事故率を軽減していくみたいな動きもできるんですよ。なんで入ってます一応ね、まああんまやったことないけど、まあそういう選択肢もあるっていうことですね。はい。でイリュージョンマジックは、まあ、なくてもね正直ここはいらないかなと思ってるね、思ってるけど、まあ一応入ってる。ロットからブラックマジシャンにアクセスする手段として、まあ、あんまり手札にブラックマジシャンが欲しいっていう場面がそんなにはないんで、ここ抜いちゃってもしかしたらいいかもしれないね。で魔導陣は3枚ですね。これ圧倒的、これ言うことない、圧倒的3枚。これはもう相手のカードを除外できる最強の除去だなんで、ブラックマジシャンデッキので、死の絆もさっき言ったように、これは、ロットから持ってきてブラックマジシャンガールを展開するカードなんで、これ1枚で、これもさっきやったように1枚絶対いる。で、サルベーション、これがねやっぱ最強ですね。この魂をセットできる、この1番の効果、これが最強。ありがとう好みありがとう。でこれをまあロットで持ってくる、ことのようになったりとか、まあロットもう素引きしてればサルベーションを陣持ってきたりとかできるんで、まあ、だからまあロットからサーチしなくてもいいように、三積み、まあ欲しいカードは全部三積みですね。魔導陣とか魂とかサルベーションとかね、全部3枚積みです。はい。で切り裂かれし闇これねマジで上振れるとめっちゃ強い、これこのカード、通常モンスターの召喚特殊とかに成功したら1枚ドローできるっていう効果なんですよ。しかもこれブラックマジシャンって通常モンスターめっちゃ出すでしょ。ブラックマジシャンをこの魂でめっちゃ出すんで、だからこのカードの効果によってめっちゃドローできるんですよ、上振れると。これが強い。まあ3枚とかはやりすぎ、カード名してだから。だけど1枚入れとくと仕事することあるんで、これ入ってると。あとブラックマジシャンって打点が低いじゃないですか、2500しかない。だから打点突破難しいんですよ。それをこの切り裂かれし闇の効果で、これ通常モンスターが攻撃する場合、相手のモンスターの攻撃力を吸収するっていう効果も持ってるんですね。だからこれで打点をアップして相手のモンスターをぶん殴っていくっていう、まあそういうプレイング、これたまにやります。はい。でティマイアスのマナコさん、これは正直俺もやりすぎだと思ってるよ、やりすぎだと思ってるけど、ただティマイアスのマナコが会った時にブラックマジシャンをソウルズで出して、でここで手前をそのマナコして竜騎士ブラックマジシャンが出せるんですよ。とにかくこのモンスターを早く出したいんですよ、ブラックマジシャンデッキは。なんでかっていうと、ハーピーの羽暴きとかなんかそのバック除去にめっちゃきついから、ブラックマジシャンデッキは。だからこのカードを早く出してバックを守りたいの。なので手前をそのマナコが3積みされるっていう感じですね。はい。これは若干やりすぎ感もあります。でブラックマジック、これも必殺の系カードで、魂からサーチできますし、絆でもサーチできますし、魔法トラップカードを除去できるんで1枚で、融合兵、これはちょっと迷ってる枠だな。これでもブラックマジシャンにアクセスできるんですよ。これこのカード名一旦に一度しか使用できないんだけど、エクストラデッキの融合モンスター見して、そこにカード名が書いてある融合モンスター、融合サイモンスターを1体、手札できたら特殊ができる。つまり何が言いたいかっていうと、あちなみにこの効果使うとエクストラデッキは融合モンスターしか出せなくなるんだよね。これでブラックマジシャンを出してくる、またはブラックマジシャンガールを出してくるっていうことができるんですよ。ここで、まあ、指定の絆のを発動したりとか、要はこの融合派兵からの指定の絆みたいなことをしたりとか、あと、融合派兵からティマイオスのマナコで、まあ、融合モンスター、ブラックマジシャン系の融合モンスター全部出したりとかできるので、まあ、これはね、2枚くらいあってもいいかなと思って入ってます。ここちょっと迷ってますね。で、魂はもう問答無用の3。で、あとのまあ採用カードとしては、関連カードとしては、ブラックマジシャン系だと、まあ、ナビゲートとか、
ああいう系のカードとかって結構いっぱいあるんですよ。なんかブラックマジシャンのカードが記載されてるカードあるんですけど、ナビゲートなくても別にこれ魂とサルベーションあれは十分でしょって思ってるんですよね。でしかも魔法トラップカード無効にしなくても耐性めっちゃ強いんで、永遠の魂はブラックマジシャンが何の効果も受けなくなるし、で竜騎士ブラックマジシャンはその永遠の魂を守ってくれるっていう効果あるんで、なんか別に大丈夫かなと思って、もうナビゲートはもう抜きました。私はまあ1枚くらい入れてもいいかもしれないですけどね。はい。でリンクモンスターかエクストラデッキか、リンクモンスターから説明していくと、ですね、まあこの辺結構迷ってんだよな。融合モンスターは迷ってないんだけど、このリンクモンスターは結構今でも迷ってる。どういう風な構築がいいか。見習い魔城は、まあ、単純に打点がアップするっていうのと、魔法使い族2で出せるんで、闇属性2で出せるんで入ってるっていうのと、あと新規カードとしてはダルクですね。これはまあ闇属性を含むモンスター2体で作れるんで、ブラックマジシャンデッキだったらめちゃくちゃ簡単にデッキで出せますし、あと、まあ、相手の墓地から闇属性パクれるんで、まあ、闇属性ないデッキあんまないんですよね、そんなには。なので、まあ、闇属性ダルクはここから神聖魔皇后セレーネにつなげて、でセレーネからアクセスコロトーカーみたいな動きができるんで、まあこれはまあブラックマジシャンデッキやったら1枚入れとくべきなんじゃないかなと思ってますね。はい。でイムヌーク、これはですね、ブラックマジシャンを変身させまして、ドラゴンにしまして、融合して竜騎士ブラックマジシャンにするっていう、なんか謎の動きできるんですよブラックマジシャンを、1体このイムヌークにして、これドラゴンなんですよね。ドラゴン族とブラックマジシャンでなんか竜騎士ブラックマジシャンみたいな、強引な融合がたまにその黒魔術のヒートでできますし、あとアストラムを出すときに、例えば神聖魔皇后セレーネを出して、でセレーネ で、ブラックマジシャンを蘇生して、でブラックマジシャンをイムドゥークに変えて、イムドゥークと、魔皇后セレーネで、アストラムみたいな動きができるので一応入ってますみたいな感じですね。でアクセスコードトーカーはもう言わずもがな、圧倒的、ワンキル性能、もうどうしてもブラックマジシャンギミックでは勝てないみたいな、もうこれここで勝たないと負けるみたいな時にワンチャン出すみたいなことですね。まあ、このモンスターは正直、フリー対戦ではやりすぎなパワーカードではあります。アストラムもね。はい。で、融合モンスターは、まあ、言わずもがなの感じなんだけど、まあ、ティマイオスの前にこれ出せるモンスターは大体全部入ってる。まあ、竜騎士ブラックマジシャンは言わずもがなでしょ。で、超魔導士ブラックマジシャンズもそう。で、竜騎士ブラックマジシャンガールは、ブラックマジシャンガールにティマイオスの前にこう打つと出せるんで、入ってますっていう。あと、超魔導剣士ブラックパラディン。あんまり出すことないけど、まあ、魔法カードめちゃくちゃ強いみたいなデッキは、まあ、これ出しといたらワンチャン溜まる。で、ブラックキャバラリーはこれ対象に取らない、デッキあんまないので、まあ、制圧能力として入ってるっていうのと、あと打点が高いっていう、感じですね。あと貫通能力持っているということで入ってます。はい。で、クビにしたモンスターとしては最近まで入っていたんだけど、あれアミュレットドラゴンマジで出さないアミュレットマジで出さないから、アミュレットはちょっといらないかなっていう、個人的にはね。はい。で、元素の黒魔導士と、まあ、ビッグアイ、まあ、ビッグアイはねあった方がいいね。さすがにブラックマジシャン全然関係ないけど、あ、まあ、一応やっぱ相手のモンスターパクれるのめっちゃ強いので、ビッグアイはさすがに入ってた方がいい。まあ、あのエクシーズは本当この2枚だけかな、ほとんど使うのはっていう感じですね、僕の場合は。で、新しいデッキのパワーとしてはやっぱこれですね、超魔導戦士マスターオブカオス。これがね豪快でかつ強い。3番の効果、違う2番か、自分のフィールドの光属性闇属性モンスターを1体ずつリリースすると相手のフィールドのモンスター全部除外する、対象に取らない除外。これがねワンチャン活躍すること結構あって、もちろんティマイオスの前の子からでも出せますし、普通にあの合体類ティマイオスの効果でも出せるんですけど、ティマイオスの前の子から出すことが結構多いですね。ティマイオスの前の子で出してブラックマジシャン、融合にしてるんで、超魔導戦士マスターオブカオスの効果が発動して、自分の墓地の光属性闇属性どっちかを蘇生して、でリリースして相手のモンスター全部除去みたいなことができるんで、はい、これ非常に強いですね。なんで入ってます。でガーディアンキマイラはさっき言ったように黒魔術のひぎで、出していくからワンチャンなので入ってますみたいな感じですね。ちょ、リンクモンスターはちょっとまだ迷ってますけど、まあエクストラデッキはこんな感じでいいんじゃないかなっていう、まあそんなところですね。めちゃくちゃ早口で喋ったので分かりにくかったら本当にすいません。まあ僕が使ってるブラックマジシャンデッキはこんな感じですね。まあ皆さんもね、ぜひね、あのブラックマジシャンデッキ組んでみてください。今ものすごい強くなってますから、強化パーツめちゃくちゃいっぱい来て、まあしかも主人公テーマですから、これからも強化が約束されているテーマと言っていいでしょう、このデッキは。はい。まあね、参考になったら嬉しいです、非常に。ちょっと初めてだと思うんで、OCG のデッキ紹介どうか撮ったの、ご意見をコメントでお聞かせいただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。